うん、最近若返ってるってホロメンに言われてる。いやマジでそうなんだ。いやてかさ、ホロメンだけじゃなくて、いやマジでさ、ホロメンだけじゃなくてね、なんかタクシー乗った時にね、タクシーの運転手さんに、え、これ嘘じゃないよ、本当に本当に嘘じゃないんだけど、タクシーの運転手さんがなんかタクシーの配車依頼みたいなするとね、年齢が出るらしいの運転手さん側からその乗る人の年齢が出るらしくて、まあ、マリンの年齢が、まあ、出ちゃってたんだけど、乗った時に、うん、運転手さんに、1歳ですか、いや見えないですね、うちの娘と同じくらいかと思いましたよって言った、嘘ですかつってみたいなこともあっちゃったりして、あっちゃったんだな、これが実はなんと、いやそんなこと言われることないね、マジでどんだけ美魔女なんだよって感じで、ほんとすいませんって感じなんだけど、若く見えすぎて、うん、いやしかもシオンタンにもさ、23歳に見えるって、まあ17歳なんだけど、23歳に見えるって言われちゃった、どんだけ若見えするんだって感じで、うん、すいませんね、ほんとになんか年々若返っちゃって美魔女かっつーのって感じで、今後もね頑張らせていただくんで、応援よろしくお願いいたします。